すぎちゃった。乗り物タウンへようこそ。ねえガシャキン、飛行機が飛ぶために協力して働く車があるって聞いたんだけど。それなら僕に任せて。乗り物サーチ。それは空港で働く車だね。タグカーさんに、タラップカーさん、そしてハイリフトローダーさん、他にもいろんな種類の車が働いているよ。空港で働く車はこっちだ。空港はたくさんの飛行機や車が行き来しているから気をつけて見学しようね。はい。あのガシャキン、今の台車がいっぱいつながった車は？あれはタグカーさん、空港で働く車だよ。タグカーさん、どんなお仕事しているのかな、聞いてみよう。といやあラッピー、俺はタグカー、よろしくな。仕事は何なの？お客さんの荷物や郵便物などが入ったコンテナを飛行機まで運ぶのが俺の仕事さ。たくさんのコンテナだね。どのくらい運ぶことができるの？最大で33トンの荷物を運ぶことができるんだよ。そんなに？小さいのに力持ちなんだね。ところでラッピー、今日は何をしに来たんだい？空港で働く車を見に来たピ。そうか、俺には仲間が大勢いるから紹介しようか。うん、お願いします。お、ちょうど飛行機が到着したな。ラッピー、あの飛行機の周りを見ていてごらん。働く車たちの仕事が始まるぜ。わかった。芋虫みたいなものを乗せた車が来たよ。あれは何をする車なの？タラップカーといって、乗客が乗り降りするための車さ。飛行機の出入り口は高い位置にあるから、階段のあるタラップカーさんを出入り口につけてお客さんが乗り降りするんだ。へえ。降りたお客さんはバスでターミナルまで移動するんだよ。パッセンジャーボーディングリフトバスって言うんだ。この車はタラップカーさんと同じように飛行機の出入り口の高さまで荷台の部分が上がるんだ。車椅子を利用しているお客さんが車椅子のまま乗り降りできるんだよ。そっか、階段を上るのは大変だもんね。この車には車椅子を利用するお客さんと付き添いの人が乗れるようになっているんだ。車が移動する間は車椅子が動かないようにベルトで床と固定しているから、安全に移動することができるんだよ。ラッピー、タラップカーさんやパッセンジャーボーディングリフトバスさんが活躍するのは飛行機がターミナルの近くに止められなかった場合なんだ。ターミナルのそばに到着する場合は、お客さんはこのボーディングブリッジを通って乗り降りするんだよ。へえ、そうなんだ。次は俺の相棒を紹介するぜ。その名もハイリフトローダー。高い位置にある飛行機の貨物室から荷物を上げ下げするための車だよ。
あんなにぺったんこなのにどうやって荷物を下ろすのかな。ラッピー、見てごらん。うわー、これも上に上がっていくんだね。ハイリフトローダーさんは飛行機の貨物室と同じ高さまでリフトを上げてコンテナの積み下ろしができるんだ。下ろしたコンテナは直接タグカーさんの台車に乗せて、俺がどんどん運んでいくんだ。あっちでも飛行機から荷物を下ろしてるけど小さな荷物だね。あいつも俺の相棒ベルトローダーだ。お客さんの手荷物などを下ろしているところだな。あ、あそこにもベルトローダーさんがいる。でもなんだか形が違うような。よく気がついたね。ベルトローダーさんは飛行機の貨物室の高さによって荷物を乗せる部分の高さを自由に変えることができるんだ。そっか、初めに見たベルトローダーさんは小さい飛行機の貨物室、次に見たベルトローダーさんは大きい飛行機の貨物室から荷物を乗せたり下ろしたりしていたんだね。ラッピー、次の仲間は？え、まだ他にも働く車がいるの？もちろん、これは給水車。飛行機が離陸する前に水を補給する車だよ。次はトーイングトラクターさん。バックできない飛行機を前から押して移動させたり、エンジンを止めた飛行機を運ぶときに活躍するんだ。ラッピー、今日は7種類の働く車を紹介したけど、空港では他にもたくさんの車が活躍しているんだよ。そうなんだ。ガシャキン、飛行機が時間通りに安全に飛ぶことができるのは